BGM。ということで、オープンセサミで売っていたストロベリーチュロスがザンビーニに場所が変わったので、ストロベリーチュロスとコーヒーを飲みながらハーバーグリーティング待っていきます。もう最前列、端っこなら空いてるけど、もう3回目ミッキー広場半分は埋まってます。それでは今日は東京ディズニーシー前は右側からパークを一周したので、今日はアメリカンウォーターフロント側からパークを一周していきます。アメリカンウォーターフロント着きました。マグダックスデパートメントストア、ダッフィーのグッズを取り扱いショップも今年もクリスマスツリー扉の前というか店外に2つあります。ニューヨークデリの中にもある。ニューヨークデリがちょっと列できてますね。間隔空けてるだけだから、おそらく20分ぐらいの待ち時間かなと思います。まあ、お昼の時間だから列はできますね。デリのお店の外側もクリスマスのデコレーションになっています。トイストーリーマニアのスタンバイパスも列がちょっと長いですね。今年はブルズアイがクリスマスのサンタクロースの帽子をかぶっていないです。トイストーリーマニアの列もすごいんだけど、タワーオブテラーも列がクリスマスというか、もう秋からすごい入園者増えたのか列が長いです。タワテラ前の通路が最近歩きづらく感じます。おお、40分、お昼の時間で40って結構長いっすね。今12時入園が入ってきたからかな。タワー・オブ・テラーも普段よりというか最近混んでいる印象あります。 SS コロンビア号の横にあるレストランドックサイドダイナーもお昼の時間なので少し列が長くできています。メニューがデミグラスハンバーグドリアとスクランブルエッグ、カレークラムチャウダーうどん、これが新商品の2つですね。で、前からあるローストビーフサンド、フライドチキン、1人予算だいたい1000円くらいです。アメリカンウォーターフロントにあるアトラクションタートルトークも列がちょっと長い、50分待ちでご案内中です。ウォーターフロントパークの花壇もクリスマス仕様になってます。今年はアメリカンウォーターフロントに大きいクリスマスツリーがないのは少し寂しいんですけど、クリスマスのイベントを実施してくれるだけでも嬉しい気持ちでいっぱいです。 SS コロンビア号前のステージがあるんだけど、ステージの横にちょっと登れる場所があって、ここ階段を上ったらベンチがたくさんあって、人もここ結構少ない印象あるので、よかったら休憩に使ってみてください。ケープコッドでカメラマンさんに写真撮ってもらってたんですけど、結構時間かかっちゃって、だいぶ時間が今経っています。ケープコッドを出てポートディスカバリーに入りました。ポートディスカバリーにあるホライズンベイレストランの待ち時間見ていきます。ホライズンベイレストランはプライオリティ制のレストランで、プライオリティ取ってない方は30分ぐらい待ち時間がかかるみたいです。お昼の時間で30分待ちだったら短いように個人的に感じます。お待ちください。はい。パンからいかがなさいますか？そうかな。パンで。はい、かしこまりました。はい、ということでホライズンデイレストラン、だいたい20分ぐらいの待ち時間でした。これは去年も出ていたクリスマスのメニューで約2000円のセットメニューです。今年はもう特に食レポの予定はないんですけど、去年動画出してるのでよかったら去年の動画見てみてください。去年真ん中にあるこのお入りが外れちゃって、トナカイの花が自分ない状態で食レポしちゃったんだよね。デザートもどうだったかな、なんかコンポートだった気がするんだよね。で、美味しかったし、でクルトンも美味しかったし、スープですね。でハンバーグも美味しかったのと、もうクリスマスらしいメニューでとっても美味しかった印象があります。もう列長いな。はい、ということでシーライダー着きました。シーライダーは普段と待ち時間が変わらない35分待ちでご案内中です。スタンバイパスが導入する前は20分とか25分待ちの印象あったけど、スタンバイパスが導入されてから他のアトラクションが全体的に10分ぐらい待ち時間が上がっていて、いつもと待ち時間が変わらない35分待ちでご案内中です。あとは夜の時間帯になったらシーライダーって結構空きやすい印象あるので、19時半以降19時8時の時間帯だったら25分20分待ち、もう少し待ち時間が下がるかもしれないです。ポートディスカバリー側のエレクトリックレールウェイは少し列ができてる感じ、外側まで少し列ができていて10分待ちでご案内中です。ロストリバーデルタもクリスマスの装飾があります。いつもだったらロストリバーデルタクリスマスツリーとかもあるんだけど、今年はなくて、このドナルドとかパンチートやホセとかの顔の装飾って言えばいいのかな、去年あった装飾が今年も一部あります。気づいたらインディーが列ができてる。55分待ちって言ってましたね。今年はここの左右だったかな、クリスマスツリーやったんだけど、インディーの場所確保でなくなってますね。ここももうちょっとなんか派手だった気がするな、去年。インディーは55分待ちをさっき聞いたので、このまままっすぐ進んでいきます。現在気温が16度でセーターを着ている状態なんですけど、ちょっと寒いです。今日は日中もアウター着てたらちょうどいい気温に感じます。ユカタンベースキャンプグリルも特にお店の外までレストランの外まで列ができてないのですぐ入れます。お昼ご飯が過ぎてるからだよね。レイジングスピリッツ横のレストランワゴンが長蛇の列で来てます。ロストリバークックハウスはいつも列が長いよね。お会計するのに見た感じだいたい15から20分ぐらいかかりそうに感じました。はい、ということでレイジングスピリッツへ来ました。レイジングスピリッツはあんまり列変わらないかな。最近ここも歩きづらい印象あるけど、普段と町列自体はそこまで変わっていないです。ただ通路は相変わらず歩きにくく感じます。レイジングスピリッツの待ち時間は30分待ちでご案内中です。レイジングスピリッツはシーライダーとそんなに変わらないか。40分とか50分だったらちょっと長く、普段よりちょっと長く感じるけど、最近営業再開してからのレイジングスピリッツって早くて一番短くて25分待ち、長くて45分50分待ちの印象があるので、個人的にはこの30分待ちで30分待ちは普段の平均の待ち時間に感じるので、自分だったら30分待ちだったら確実に並びます。はい、ということでちょっと寒すぎるので朝と夜だけコートをエコバッグに入れてきているんですけど、風も強くて冷たいので中なんですけどコートを出していきます。はい、アラビアンコースト入りました。レイジングスピリッツの街列すごいね。チョコレートチュロスが売ってるオープンセサミも相変わらず列が長いです。奥がシンドバッドの列で手前がチョコレートチュロスの列です。待って、前来た時より列できてる。チョコレートチュロス、シンドバッドもこれでも長いけどチョコレートチュロスが僅差で勝ってますね。アラビアンコーストもちょっと歩きづらいな。はい、ということでアラビアンコーストの噴水の近くに来ました。カスバフードコートも特に列はできていないし、マジックランプシアター前もいつもに比べたら列が、アトラクションを待っている列が少なく感じます。マジックランプシアターはいつもより待ち列は短いけど60分待ちでご案内中です。マジックランプシアターはやっぱり70分80分待ちの印象があるので、60分は個人的には少ない待ち時間のように感じます。マーメイドラグーンの通路の近く、位置的にはアラビアンコーストのカレーのフレーバーのポップコーンワゴンは普段より待ち列が少ないです。お取り扱いのバケットは蒸気船ウィリーとミニーちゃんのポップコーンバケットをお取り扱いしています。マーメイドラグーンのフランダーのフライングフィッシュコースターは20分待ちでご案内しています。キングトリトンもクリスマスコスじゃないっけ、普段ってクリスマスイベント。今年のキングトリトンはノーマルです。歩きやすく感じます。ブローフィッシュバルーンレースは10分待ちでご案内中です。ブローフィッシュバルーンレースは普段よりちょっと混んでいて、どこまで列できてるかな。セバスチャンのカリプソキッチンのレストラン近くまで列ができていて、20分待ちでご案内中です。今日はマーメイドラグーンのショップキスデガールファッションに入っていきます。ここは小さい子向けのアパレルショップですね。動画のコメントでアウターが見たいって書いてあったのかな。小さい子向けの暖かい服ありますかっていうコメントがあったので、ランドだったらファンタジーランドにショップがあるんだよね。 C はここのショップが多く取り扱っていて、 T シャツがたくさんあるな。ちょっと見つけていきます。かわいいニットとかもあるんだ。金額等は TDR アプリで確認してください。ギャップのコラボトレーナーあるね。こっちは大人用だけど、小さい子用110センチ。ちょっと金額が見えなかった。ギャップのトレーナーや、あとはチームディズニーのトリコロールのパーカー、トイストーリーのパーカーとかもあるんだ。120センチ、これかわいい。あとはこれも結構長いっすよねって、レギュラーのピンク色のパーカー、これも定番だ。グレーのパーカー110センチ、たくさん置いてありますね。これからどんどん寒くなるから、こういうピンクいアウターもいいですね。金額は見て6900円、120センチ。あとはスカジャンもあるね。ティガーのスカジャンも2種類売っていました。東京ディズニーリゾートのアパレルってずっと見てられるよね。かわいい。お誕生日の時とか、お誕生日の月でこういうぬいぐるみバッジとか買うのもいいよね。 T シャツかわいい。これ分かりやすいね。アリエルのグリーティング施設も次の発表がないまま封鎖されています。はい、ということでミステリアスアイランド着きました。ミステリアスアイランドはいつもに比べたらボルケーニア前もゲストの方が少なくて、今の時間帯は歩きやすく感じます。そしていつになったら海底2万マイルが運営再開するのか。まだ海底2万マイルは未だに営業再開日が決まっていないです。海底2万マイルはまだアトラクションの運営再開日決まっていないです。それではセンターオブジアースの待ち時間見ていきます。15時前のセンターオブジアースは45分待ちでご案内中です。センターも40から50、長くて60行く時あるかな、40から50、60分の間ぐらいって感じが、平均40から60分待ちの印象があります。アトラクションの待ち時間から見れば、クリスマス入ってもシアター系のタートルトークやマジックランプシアターが待ち時間が大幅に上がっているのと、その次に待ち時間が長いのがインディーセンターっていう印象が最近はあります。センターだけじゃなくて、早く海底2万マイルも動いてほしいな。それではこのままロストリバーデルタじゃなかった、ミステリアスアイランドだ。ミステリアスアイランド出てメディテレーニアンハーバーに戻っていきます。相変わらずソワリンのスタンバイパスの列が長いっすね。これ30分だったかな、前並んだ時。同じぐらい、いやそれ以上できてるのに、今日前ここぐらいの位置で並んだ時、アトラクションに乗るのに40分ぐらいかかりましたね。ジミニーたちが散歩してる。なんだろう、ディズニーのキャラクターがパーク内で生き生き散歩してるところ好き。いいねいいね。みんなでお花見すごい豪華なお見送り。リドアイルの後方、アメリカンウォーターフロントの近くにあるキャラメルのフレーバーのポップコーンワゴンは、普段ここのポップコーンワゴンって長蛇の列ができるんですけど、今タイミングがいいのか 2,3 組しか並んでいないです。はい、ということでキャラメルのポップコーン買いました。パークに来るとたまにポップコーン食べたくなるんですよね。今月からクリスマスのポップコーンバケットが今のリドアイル後方と、あとはマーメイドラグーンの抹茶ミルクチョコレートのフレーバーのところにも今日置いてありました。ポップコーンバケットの売り場は公式サイトのチェックをお願いします。西日のミラコスタも良き。そして未だに工事が続いています。すごい、火山が噴火しそう。11月に入ったんですけど、まだメディテレーニアンハーバーの工事かメンテナンスかわからないんですけど続いています。それでは最後にエンポーリオでグッズを見ていきます。 C のエンポーリオにもクリスマスグッズ一部並んでいます。今年はクリスマスのグッズは少ないんだけど、プーさんのぬいぐるみやぬいぐるみバッジ、あとは自分も今日身につけてるんだけどライト、あとは帽子、あとはクリスマスツリーやリース、タペストリーもエンポーリオありました。あとは今日から稲川さんと東京ディズニーリゾートがコラボしたグッズ、イマジニング・ザ・マジックがオンラインのアプリのみで新販売になっています。今年は大きいクリスマスツリーはないんですけど、小さいクリスマスツリーがたくさんあります。ことでディズニークリスマス東京ディズニーシーの平日パークを一周してきました。今年の秋はハロウィンがなかったけど、今年の冬クリスマスの装飾があったり、ハーバーグリーティングがパーフェクトクリスマスだったり、イベントをやるといつもの東京ディズニーリゾートの雰囲気が戻ってきたなって今日感じました。そして今日のソアリンとトイストーリーマニアのスタンバイパスがなくなった時間が、ソアリンが12時16分でトイストーリーマニアが16時6分でした。で、自分がソアリンの10時半に入った時スタンバイパス取得した時間が17時20分から17時40分のスタンバイパスを取得したんだけど、スタンバイパスの仕組みがこのソアリンの時間、お戻りの時間が17時20分なので、スタンバイパスが次にもしトイストーリーマニアを撮りたかったら17時20分からなんですけど、トイストーリーマニアが16時6分でスタンバイパス終了しちゃってるので、トイストーリーマニアを乗るにはスタンバイパスが終わった時間からじゃないと利用することができないので、ワンデーで来てソアリンのお戻りが16時より前だったらトイストーリーマニアのスタンバイパスギリギリゲットできるので、ソアリンとトイストーリーマニア、あとハーバーグリーティングも朝早い時間からやってるので、 C を2つの人気アトラクション確実に乗りたい、ハーバーグリーティングのクリスマスも多く見たいってなれば、今の東京ディズニーシーは確実にワンデーで来た方が有利です。ディズニークリスマス装飾も始まってたり、ハーバーグリーティングがパーフェクトクリスマスになっていたり、ダッフィーの新しいグッズも出るので、11月の東京ディズニーシーのパーク一周楽しみにしてもらえたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思う方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、 動画の概要欄貼ってあるのでよかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。